エミリア・ロマーニャ州、エミリア・ロマーニャ州は、イタリア共和国北東部に位置する州。州都はボローニャ、ヨーロッパの中で最も豊かな地域の一つであり、一人、あたり GDP は、イタリア共和国で3番目に高い。ボローニャをはじめ、モデナ、パルマ、フェラーラといったルネサンス都市が所在し、文化、観光の中心地である。食品産業が盛んで、 パルミジャーノ・レッジャーノやバルサミコズ、パルマハムやボローニャソーセージなどの産地である。また、フェラーリやランボルギーニなどが本社を置く自動車産業の中心地でもある。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。州名は、州西部から中部にかけての地方と、州東南部、ロマーニャ地方を結んだものである。ロマーニャ地方は、ラベンナ県、ホルリチェゼーナ県、 リミニ県に一帯を指す。エミリア地方は古代ローマ時代に北イタリアの主要街道であったエミリア街道にちなむ。ピアチェンツァとリミニを結ぶリミニでフラミニア街道に接続しローマに至るエミリア街の名は建設当時の執政官マルクス・アイミリウス・レピルスの名にちなんでいる。ロマーニア地方はという語から派生したもので。 中世初期に東ローマ帝国がラベンナを中心としての地を支配したことによる。イタリア共和国北東部の州でイタリア半島の付け根に位置する。南のアッペニン山脈、北のポー川に挟まれた地域で東はアドリア海に面する。州とボローニャはフィレンツェから北へ8 1トル。 ベネツィアから南西へ 130km、アンコーナから北西へ 200km、ミラノから南東へ 201km、首都ローマから西北西へ 306km の距離にある。隣接する州及び国は以下の通り、ポガワ流域に位置し、ー平原が広がる。人口10万人以上のコムーネは以下の通り。人口は2012年1月1日現在。 ローマ時代以前、この地は、エトルリア人やガリア人、ボイ族など、の領域の一部であった。現在のボローニャ、エトルリア人の都市で、フェルシナと呼ばれたや、ラベンナ、アドリア海沿いにあった、石コ城に築かれたなどは、ローマ以前に起源を有する都市である。ローマ人は、ガリア人が暮らす北部イタリアを、ガリアと呼び、ポーガワ、ラテン語では、パドゥス川の南側の地域を、 ポー川の手前のガリアを意味する、ガリア・キスパダナと呼んだ。紀元前3世紀以降、ローマ人、共和制ローマはこの地域に進出し、紀元前268年に、アドリア海沿岸に、アリミヌム、現在のリミニを建設。高平原に勢力を広げ、紀元前218年にポー川下半にヘイエトシ、平営都市プラケンティア、現在のピアチェンツァを建設した。 ローマからアリミヌムまでは、フラミニア街道が、紀元前220年に開通した。紀元前187年、アリミヌムと、プラケンティア島を結ぶアエミリア街道、エミリア街道が完成し、ローマとポロヘーゲンが結ばれることとなった。アエミリア街道沿いには、ボノニア、現在のボローニャ、紀元前189年建設、ムティナ、 現在のモデナ、紀元前183年建設、レギウム、現在のレッジオエミリア、紀元前183年建設、パルマ、紀元前183年建設などの都市が建設された。ローマ人は、現在の北イタリア一帯に、俗州ガリア、ガリア・キサルピナを置いた。俗州と本土との境界は、アドリア・海側では、ラベンナ・トリミニの中間を流れているルビコン川、 現在のルビコーガはホルリチゼーナ県東部であった。ユリウス・カイサルは紀元前58年にガリア総督として赴任し、ガリア人とのガリア戦争を戦い、紀元前49年に著名なルビコンとかを行っているロマ内戦。オクタウィウス、後のアウグストゥスは紀元前42年頃にこの地域をイタリア本土に編入し、第8行政区アエメリア、あるいは キスパダナ、大分。アイミリアの領域は、おおむね現在のエミリア・ロマーニャ州の周域と重なる。キリスト教が広まると、この地域に多くの修道院が建設された。これにより、文化的、宗教的な繁栄がもたらされた。402年、西ローマ帝国のホノリウス帝は、ラウェンナに等を移している。西ローマ帝国滅亡後、ラウェンナは、 東豪ト王国の首都となった。540年、東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世は、ラウェンナ汚染ゴ豪ト戦争。以後、東ローマ帝国は、イタリア北部を、ラウェンナ総督領として、約250年間支配した。ラベェンナに5世紀初頭から6世紀末にかけて、建設されたキリスト教建築物は、ラウェンナの初期キリスト教建築物群として、 世界遺産に登録されている。一方で6世紀半ばには、ランゴバルド人が、宝平原に侵入して、ランゴバルド王国を建国し、東ローマ帝国と争った。751年、最後のラウェンナ総督は、ランゴバルド人との戦いで戦死する。756年、フランク王国のピッピン三世は、 ランゴバルド王国からラウェンナ地方を奪い、この地を強行に献上したピピンの鬼神。中世のこの地域は政治的には不安定であった。レッジョエミリアに近いカノッサ、現在はレッジョエミリア県に属するから出たカノッサ家は現在の周域西部を中心として、南はトスカーナから北はロンバルディアに至る地域を支配する北イタリアの 大領種に成長するが、1115年にマティルデディ、カノッサ、1077年の、カノッサの屈辱の当事者として知られるが没すると、医療には、自律的な都市国家、コムーネー軍が現れ、ローマ教皇と神聖ローマ皇帝の対立を背景に、都市間、都市内部で構想を繰り広げた、教皇派と皇帝派。相互、内部の構想に疲弊し、 大国の圧迫を受けた中小規模の都市国家では、13世紀後半から14世紀前半に、かけて一人の有力者に権力を集中させることで、危機を打開することが図られ、事実上の君主制であるシニョリア制が建てられた。世襲化した著名なシニョーリ、選手としては、フェラーラのエステや、リミニのマラテスタ家などが挙げられる。これらのシニョーリアは、強硬国家やベネツィア共和国、 ミラノ公国、ビスコンティケ、ノチスフォールザケなどの諸国も交えた争いが行われた。16世紀に現在の周域の大部分は強硬領となり、周域西部ではパルマ公国とモデナ公国が独立を維持した。以後、この状態はナポレオン時代を挟みながら、おおむね19世紀のイタリア統一まで続くことになる。15世紀末から16世紀初頭にかけて、 強行国家は、かつての強行量の統一を図った。チェザレ・ボルジアは、イーモラやホルリを支配するカテリーナ・スフォルツァを下し、チェゼーナ、リミニ、ペザロ、ファエンツァなどの諸都市を征服し、1501年にロマーニャ公爵に助せられた。モデナ公国のエステケは12世紀末に、フェラーラで、シニョリーや、選手制を確立した一族で、 その後、モデナやレッチョを支配下に収めたが、16世紀末に、フェラーラを教皇に奪われたため、モデナやレッチョエミリアのみを支配することとなった。パルマやピアチェンツァを収めるパルマ公国は、1545年に、ファルネーゼ家出身の教皇パウルス三世が、諸子に与えたもので、1731年まで、約200年間同家が支配した。その後曲折を経て、 1748年からは、ブルボン家、ブルボンパルマ家が、パルマ港を相続した。フランス革命後、イタリアに侵攻したフランス共和国軍を率いた、ナポレオン・ボナパルトは、この地域を占領した。1796年、モーデナ、ボローニャ、フェルターラ、レッジョエミリアの代表者は、チスパダーナ共和国、首都、ボローニャを建国。翌1797年、 この国は、ポーガワイ北のトランスパダーナ共和国、首都ミラノと合併して、チザルピーナ共和国とミラノとなった。チザルピーナ共和国は、その後イタリア共和国、イタリア王国と改められた。ナポレオン没落後のウィーン会議により、強行領、モデナ公国、オーストリアイコールエステア、パルマ公国が復活した。パルマ助行は、 ナポレオンの皇后であったハプスブルク家、ハプスブルクロトリンゲン家王女のマリアルイーザであったが、1847年にブルボン家、ブルボンパルマ家の手に戻った。イタリア統一の展開の中、これらの国では、親サルデーニャ派が主導権を握り、1859年には中央統合諸州が結成された。1860年に住民投票が行われ、 モデナ公国、パルマ公国の領土と、レガチオーネと呼ばれた、強硬領の北部は、サルデーニャ王国に編入された。1861年、サルデーニャ王、ビットリオエマヌエーレ2世によって、イタリア王国が建国される。エミリア・ロマーニャ州は、以下の9県からなる。左端の数字は、ISTAT コード、アルファベット2文字は、県名略記号を示す。 人口は2012年1月1日現在。面積の単位は、経平方メートル。2006年の国立統計研究所、ISTAT の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における言語状況は以下の通り。イタリア語、地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がエミリア・ロマーニャ州の数値である。 エミリア・ロマーニャ州では、地方言語として、エミリア・ロマーニャ語が話されている。ユネスコの危機に瀕する言語のや S のローグでは、エミリア・ロマーニャ語はイタリア語と別のこととされている。以下の企業が州内に本社を置くか、もしくは発祥の地とする。州内に本拠を置く、プロサッカークラブとしては、以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。 5部リーグ、アマチュア最上位リーグのセリエ D では、ジローネ B、D、F に属する、エミリア・ロマーニャ州の地方リーグ、6部リーグとして、がある。おおむね北及び西を優先し、通過圏もしくはその近傍の地名を示す。内は州外。主要な空港には以下がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。